おはようございまーす。ジネと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さん、いよいよですね、黒ブレにデボラが参戦しました。おー実は今まで未参戦だったんです。この黒ブレやっててね、2年3年か経ってる中、あれビアンカ、フローラギリギリまで出ておいて、デボラは未参戦だったんです。そしてね、ドラゴンクエスト4からですね、エビルプリンストも登場です。おーと。エビルプリストってことはスマッシュ、あいつじゃねえのと。皆さんね、モンバットやってる人だったらエビルプリストはどんなやつかって、こんなやつだと思うんですよ。はい。違います。と。まさかと。ここでね、運営の手抜きが現れます。デスピサロがすでにね、登場してるわけですよ。もう。そうです。勘のいい方ならわかるでしょう。その通り。デスピサロの色違いです。手抜いたなー。今回はね、生息地相性に目をつけます。ただですね、まあ、また雨かけるのも嫌なので、今回は星の三角地です。結局やってることは変わらない。主人公は強い。お供が質問をくぐるとね、リザードマンです。そう、こいつは草原ダンジョンなんです。草原ダンジョンってどこ？マイナーな場所である草原ダンジョンチームですね。今回のコンセプトは。で、草原ダンジョン他に誰がいんのって言ったら、アークデーモンやシールドオーガとか、なんか、そのあたりのよくわからない連中がいます。そのあたりのよくわかんない連中です。さあ、今回はね、勇者のお供と言ったらこの方、リザードマンがいるのがね、強みです。さあ、行きましょう。電勇者、はーい。オッケー。電勇を的確に落としてくれるね。リザードマンが強いんだ。さあ、スタッフレア。これもね、強力な2回攻撃。220をかける2だからもう弱いわけがないんですよ、これが。あんまかけるほどではないが強いぞ、こいつも。おっと、シュー、どこにでも行けな、お前。あ、会心か。強い、強い、強い。やっぱり勇者のね、勇者が草原ダンジョンであることに今回目をつけました。いやー勇者がね、草原ダンジョンであることに目をつけて今回はね、チームを組みました。まあ一応このスモールグールの枠をシールドオーガとかいうよくわかんないやつに変えると、人が大将も発動するんですけどね。今回はスモールグールのメラミが見たかった。そう、スモールグールって挑発のイメージしかないんですよ。まあ僕もそうなんですけど、まあこのボコボコ食らってますけど、挑発のイメージがあるじゃないですか。今回はメラミを見たいんですよ。ね。上司のね、エビルプリースト曰く。今日も紹介しました。エビルプリーストのね、しもべとして呼ばれるスモールグール。彼がね、メラミを唱えるとこを見たかった。ただそれだけの理由で採用しました。スモールグールは。スモールグール、頑張ってね。というわけで。さあ行け！とどめだ！炎が弾丸のように襲いかかる！わーおー波の威力。まあまあまあ、だって波の威力中点もですよ。スモールグルーの賢さいくつや思ってるんですかって話ですよ。うん、ひどいもんで、40です。40ぐらいです。ひっこい賢さから呪文を打ち出すって結構いますよね、なんか。なんかいますよね。ヘルビーストとか。ヘルビーストとかね、グレートオーラスとかね。なんで、ね、低い賢さで呪文を打ちたがる連中って多いんですかね。まあ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 、ズッシオマルが言うんでね、有効活用しましょうや。はい、分裂せーのっと、こっちの方がね、いいでしょう。滑空アタック。これも分裂のね、対象ですね。うん、食らうダメージは多いんだ。スモールグールはですね、打撃小弱点です。まあ、見た目にね、見た目と同じです。
見た目にたがわずね、残念なことに。あ、泥投げだ。ちょっと援護殺しやめてね。なんか、これこの前も言った気がすんねんけど、援護殺しの話は。ほい！たーまた始まった仕方ねえなぁ。ヌーブちゃん仕方ない子。せーの。まあ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 いいでしょう。次のターンにスペシャルカードで剥がします。1、せーの。ダメージがどんだけ出てるかもわかんないからな。まあスターフレアは雨かける竜の原理より威力は低いんですけど、光属性を含んでるってのがね、少々ですかね。誰の誰のさあ、デイン行きます。デイン落とすときは誰なんだ、まあ、賢いんでね、ちゃんとしたところに落としてくれると思ってますが。で、スペシャルカードで剥がします。ポイッと。朝目83しかなかったんだね。もう瀕死だったんだね、君たち。それはすまないことをした。ギガでいいんだ。いや、分裂強いんだよな、こうしてみると。あれ？なんか嫌な予感がするんやけど、大丈夫かな？ウルトラ金でいいのじゃないですか。どうしたの、ニワトリ。まあ、一旦だけ彼にね、猶予を与えるとしましょうや。ね、長い目で見てあげましょう。はい。鳥が羽ばたいています。ああ、なんと美しいことでしょう。で、キメラがね、羽ばたいていますよ。はい。絶対単品で使った方が強いんだよな、お前。まあ、グレートドラキーの上位互換ではあるんだけどね。パッと見。それだけだよ。行くぞースタッフレア、あれ、避けてみろ。お前も回避率はかなり高いはずや。わあ、回心も避けられないわ。430×2 ってすごいなぁ、にしても。甘くげるほどじゃないけど。スターフレア強えなぁ。214! あまり効いていないぞ、で214だったら十分だよ。さあ、せっせそしてせついばむ攻撃やっぱりついばまれるの、お前かい。だぁ痛恨食らうのもお前だったか、そもそも。まあ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 、打撃小弱点でも400弱か。まあ、メラミは通りませんね。賢さ43。向こうは賢さいくつだと思ってんだかと。意外と効いたな意外と効いたな弱点ついてるからってもあるんだろうけどさ。おお来ましたレックー、かかと落としさあ、ハイヒールよ、飛んで行け、この靴誰のもの、ドーン何人しに来たんだ、ウルトラキメイラそれは止めれんわ。はい、大魔王戦行こうか。いつもの流れですね、これになると。今回はスモールグールに焦点を当てるとしましょう。ね、エビルプリーストのね、まあ、配下である、スモールグール。デスピサロに反逆の時がやってまいりました。なぜそうなったエビルプリーストなぜ連れてこない、ここに。ここにエビプリがいたらよかったのに、リザードマンがおるからな。さあ、とりあえず、こいつで勝たせてもらうぞ。ストーリーのボスとしてもね、出てくるデスピサロなんですけど、まあとにかくね、この形態はそんなに強くないんで、ささっと乗せてしまいたいところ。不安なのはつばぜり合いっていうところですかね。簡単に言っちゃえば。つばぜり合いがやっぱり不安だわ。さあ、スタッフレア。せーの。強すぎる。277×2 は強。下手なモンスターの 2回攻撃みたいなもんだからな。強いなー。さあ、ここ。特技確定、恐怖の爪。さあ、誰に行く？スモールグール、やっぱり、避けろ！なあ！うわあ！あはははは！お前何しに来たんよ。戦場で何しに来たんや、この戦場にお前。さあ、デインよいしょ！
あー、まあでもまあまあダメージしか出ないな。で、何しとんの君。腕組みに来たんか、お前。スモールグール、腕組みに来ています、ここの戦場に。そうですね、ここですね。やるとしたら。マヘドを食らうわけにはいかない。さあ、行こう。え、あ、そっか、スモールグール動いてないから緑なんだ。トントントン。ベストは尽くした。あとは連打だ。スモールグール見てろ。俺がエビルプリーストとなってやろう。新しい飼い主になってやる。よし、オッケー。この絵はでかいね。これ5ターン目まで耐えるプランができたんで、焦らず行きましょう。魅力系の剣技。こっちの方が出るか、一応。火力は。確定メイン。おー、いいね、賢い。賢くメラミを選択した。さあ、行くぞ、ステロ。はい、よいしょ。すごいダメージだよな、アナウンスの割に。あまりにも、という結果なんだよな、君のダメ、攻撃は。まあ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 、5ターン目は確定防御可能なんでね。ゆったり行きましょうや。ねえ、レスピザロ。3ターン目、4ターン目の攻撃を耐えて、で、5ターン目に風のマント貼ればもうゲームです。いけるぞ。まあ、スモールグールをまさかね、ここの戦場に呼び出されるとは思ってなかったでしょうけど、暗黒の正気、まっすぐ来るね、結構、攻撃を。まっすぐ来んね。いいね、勇者が受けたか。さあ、味方に元気で。行こう、リザードマン。リザードマンは優秀よ、ほんと。勇者の友としてはもう申し分ないわ。魔法使としても使えるけどね。さあ、賢さ40から離れる女神で。はい、ドン。エビルプリンストをね、きっと見習いたかったんでしょう。はい、彼も。俺、スモールグールが女神の印象全然ないな。爪で引っかいてるイメージしかねえんだよな。バシャ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 バシって。で、このターンと会えれば、風のマントで、もう勝ちです。風のマントして勝ちです。5ターン目確定防御可能なんで。まあ、まっすぐこう来たらマヘドきますね。まあ、1500枚は耐えるでしょうと。さすがに。勇気は溜まりそうだね。勇気も問題なく。三日月の元気が当たっていく。オッケーよー。さあ、メラミと唱えて、ほい、よいしょ。まあ、削り切りもできちゃうな。ここに HP が低いんだよ。おっと、なんだ、遅延か遅延だな、それはただの。それはただの遅延なんだよ。まあ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 、恐怖の爪でね、動けないことをね、ちょっとね、危惧しておきましょうか。こうしておきましょう。風のマントで。便利なんだね。何がと便利よね、風のマントって。大魔王の攻撃って、なんか、特技が多いから、やっぱ。あ、スマの発射ね。ほい、せーの、ドン。そりゃそうだ。そりゃそうだ。スーパーの方は効かんわ。さあ、三日月の剣技で。ほら、こういうことが起こるのよ。ほら、こういうことが起こるのよ。まあ、メラミ選んだのは賢いな。挑発しなくてよかった、お前が。風のマント使ったために挑発したらさ、もう何も言うことなくなっちゃうからね。さあ、最後にね、また恐怖の爪をやってくるわけですよ。なんだ、それは。ガードするんだな、これが。スモールグール、立ってるだけで挑発してんな、なんか。結局ダメージですにも勝っちゃったよ。4はデスピタロ。弱いな。デスピタロは弱い。白目は弱い。赤目はそこそこ強い。うん。いけでもな、レッグかかと落とし、結局ね、またハイヒール飛ばします。この靴誰の、ハマる女性はいませんか、ドン。よし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 、とてもよし。さあ、問題は赤目です。スモールグールがマジで使えなくなります。
スモールグールがマジで使えなくなるんですよ。赤目になることで炎耐性を得てしまったということは、メラミが効かないわけですね。そして赤目、やっぱね、どんなデスピサロであろうと赤目は赤目なので、それ相応の強さを誇っています。 SP6800 打撃に小耐性を持ってやってきました。さあどう削ろうか。とりあえずデインが刺さるから、デインは打ちたいところだね。爆発呪文や雷呪文に弱くなってくれたんで、で挑発します。このターン、さあデスピサロに向かって挑発だ。デスピサロ様に向かって挑発とは何事だと。まあこのターン全体攻撃しかないんですよ、言っちゃえば。なんでそのターンは挑発で、まあうまくごまかしていきましょう。222、いや、まあ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 、でも通る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 、222出てれば400、一人で400出してるからね。こいつ勝てんだよな、デスピサロ。さあ、リチャードマン頼んだぜ。勇者の友と言ったらやっぱお前だ。神の呪文が、風鈴注ぐ、あー、よいしょ、オッケー、十分。285出てんのか。オッケーだ。十分だ。さあ、来た、メラゾーマン。うわ、来たな、これ。勇者が吹っ飛ぶからよろしくね。勇者吹っ飛んじゃうから。うわー、いって、スモールグール頑張ったな。よし、攻撃受けて、分裂、よいしょ、192だ、勝ってよ、お前。とりあえず、つばぜり合いだね、ここ。二ターン目つばぜり合いだね、ここも。ここ勝ちたいなぁ。ここ勝たないと絶望的やな。黄色にはいけるから、トントンでね。ちょっと早いなぁ。いけるか？いや、見てろ。スモールグール。お前がね、お前は俺のペットだ。よっしゃ、オッケー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 。さあ、ここで、まさか、お、よかった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 。まあまあ、オッケー、オッケー、それでいい、それでいい、それでいい。はい、メラミントン、十分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 。よし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 、お前らちゃんと攻撃をしてくれたな。オッケー、いいよ。メラミン200か。通りが全然ないわけじゃねえな。炎の戦士がかすすぎるだけだな。ここに持ってくる。ねえ。こいつストッパーですからね。あの、例の縛りの。例の縛りのストッパーとして活躍してますからね。それは炎の戦士が弱いということになっちゃうんだけど。炎の戦士はここに連れてくるべきじゃねえからな。間違いなく。あとは届くボーダーまで削り切っちゃいましょう。さあ、俺、勝ちを確信する。おお。いや、もうここまで来たらちょっと勝ちを確信しちゃうな。とどめボーダーまであと少しでしょ？恐怖の爪、ちょっと待てよ。でも、ちょっと待てよ。大丈夫かな、それ。スモールゴールだよね、それ。え？大丈夫か？あーってか、待って、まっすぐ来るな。波動してくんねえな。波動引きたかったな、正直。5ターン目まで耐えさえすれば、デイン !5 ターン目まで耐えれば、シムルで回復。そう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 、これ効いてくる。シムルの回復は地味に効いてる。これは。このターンやばいなこのターン最悪の行動を引いた場合、耐えるか怪しいね。スモールグルまた腕組んどるもん。お前何しに来たんだこの戦場に。とどめボーダーはギリギリ、お互いギリギリの戦いだなこれ。デイン、オッケー、何してんだおめえは。さあ、ここ、おー、波動か。それならば、それならばよ。さあ、回復が効いてくる、地味に。これですよね。それならば、こうですよ。風のマント！
大活躍、サマルトニアの王子。あ、嫌な感がする。あ、よかったよかった、目が見えねえんだ。お前賢いじゃん、やるじゃん、自覚の塊か、お前。はい、よいしょ、オッケー。ここに挑発するんだったら、お前単なる先輩だからさ。不安視してたんだけど、そんなことなかったわ。え、スモールグル、今日自覚なんだよ、お前。一度もなんか無駄行動を選ばなかったね。SP 使った時に。やるじゃん、スモールグル見直したわ。見直した、見直した。うん。ただのなんか雑魚っぱだと思ってたけど、見直したわ。ただの雑魚っぱ。いや、もうこれ風の音なきゃ死んでたな。危ねえ、危ねえ。避けなくていいんだよ、リザードマン。リザードマン、そんな避けるモンスターじゃないし。さあ、やっておしまい、最後。お前だ。雷のジョンが、風鈴操作を受ける。よいしょ、オッケー。じゃあ、決めちゃおうか。最後も、第3のおなり決めようかな。おお、いけナソン、レック、かかと落とし。しかし、残念ながら皆さん、秘宝です。黒ブレでは、スキャバトの流用の方でした。そう、皆さんに悲しい事実をお伝えします。黒ブレの彼女の技は、スキャバトの流用であって、かかと落としではありません。高画質のデボラのね、おーがで聞きたかったなー。どうでもいいわ。